アクアデザインのデスクトップ画面を表示している iBook G4 にアクアとは、Apple が MacOS 10V10.0 で採用した一連の GUI のデザインの名称である。水や雫をイメージした白と水色が貴重の立体的な GUI が特徴である。流れるようなアニメーションが用いられ、動的な操作性を提供する。スコット・ホーストールが開発を主導した。 アクアは q u ー t と呼ばれるグラフィックライブラリーによって PDF ベースで実現される。初期の MacOS 10では GUI 全体の動作速度について批判されていたが、アップデートのたびに q u ー t e エクストリームやコアイメージにより GPU に処理を渡すことで改善された。OS のメジャーアップデートのたびにデザインにも手を加えられ、初期の姿からは大きく変貌している。 また MacOS 10 V10.2 以降にザグップ以上のバスに接続された GPU が搭載されたマシンではクォーツエクストリームにより高速な描画が可能である。MacOS 10 V10.3 から MacOS 10 V10.4 までは金属表面のヘアライン処理を意識したブラッシュとメタルと呼ばれるユーザーインターフェースデザインも併用され MacOS 10 V10.5 以降は 従来のアクアと統合された。MacOS 10V10.3 までのアクアウィンドウのタイトルバーやプルダウンメニューは半透明で淡い横縞模様が入った特徴的なデザインであったが MacOS 10V10.4 でアクアウィンドウのタイトルバーが灰色無地で不透明になりメニューの透明度も下げられた。MacOS 10V10.5 ではブラッシュとメタルデザインが アクアデザインに加わり、タイトルバーがグレーになった。プッシュボタンから水色の影がなくなった。プルダウンメニューの背景は不透明になり、コンテキストメニューは低い透明度の白無字になった。MacOS 10 l イオンでは従来の水色のスクロールバーが操作時にのみ表示されるグレーのオーバーレイスクロールバーに変えられた。プッシュボタンが角の丸い長方形となった。タブ。 プルダウンメニューから水色が配された。アプリケーションやツールバーのアイコンはガラスやステンレスやプラスチックを思わせる透明感や光沢を強調した写実的なものが用いられていたが MacOS 1 V10.3 あたりからアルミや不透明なプラスチックを意識したソリッドなアイコンも使われるようになった。iOS のデザインにも多大な影響を与えていたが ジョナサン外部がソフトウェア含めた Apple 製品全般のデザインを統括するようになり、一気にソフトウェアの方向性が変わった。それにより、iOS7 を皮切りに Apple 製品の OS がフラットデザインに徐々に移行し、Mac の OS も OS10 よせみてでフラットデザインに移行となり、一部の古いソフト以外で従来のアクア、メタルデザインは使われなくなった。ありがとうございます。